にちは、マスター。八尾国の役職をいただいた疑似サーヴァント、摂政院キアラと申します。クロスを。まあ、ムーンキャンさん、とても珍しいクラスなのでしょう。なんでも月の聖杯戦争における大物枠とか。ああ、私のような女に務まるのか、とても不安で。とはいえ、これも何かの縁。マスターの期待に添えるよう、精一杯キャンサーさせていただきますわね。マスター、運動の時間ではありませんか？普段の私であれば推奨しますが、今の私はこの通り遊びに貪欲ですので、ブヨブヨのお肉がつく前に日課の運動をこなしましょう。今の私はアルターエゴの私が不慮の事故で霊気を損ない、人魚の肉で復活した疑似サーヴァント。こちらの世界にいた摂政院キアラに、平行世界にいた摂政院キアラの魂が上書きされ、コンフリクトした状態です。簡単に言うと、あなたたち寄りの世界のキアラですので、そう捉えていただければ。召喚していただいた以上、誠心誠意、マスターをお助けする所存です。これもまた功徳。人間ですもの、困っている者には手を差し伸べますわ。水着のBBさんもいらっしゃるのですね。月を焦がした者同士、こうしてムーンキャンサーに収まったのは当然の帰結。はあ、全力で否定する、同類にされたくないと彼女から。まあ、せっかくお友達になれると思ったのに、やはり潰し合うのが定めということでしょうか。あなた様をめぐっての全力バトル、この星が持つかしら。謎のアルターエゴ、ラムダですか。マスター様とはいえ、おふざけはほどほどに。どう見てもメルトリリスです。すぐに握りつぶしに行きたいのですが、よろしくて。まあ、タマモ様まで夏の霊気に。そうですわよね、太陽ですもの。あなた様が先に羽目を外してくれているのなら、私の品位も落ちないというもの。やはり持つべきものは偉大な先達でございます。好きなもの、今回に限り小豆金時でしょうか。あのシャクシャクした舌触りがたまりません。一緒に食べてくださいますか、マスター。嫌いなもの、特にありませんが、避暑地にまで来て缶詰になる作家先生など見苦しくてどうかと思います。聖杯ですか。いただけるならぜひ。欲しいもの、必要なものはたくさんありますので。差し当たっては、そうですわね、ビビさんの持っている尺状など面白そう。このにぎわい、イベント中ではありませんか。私のようなサーヴァントには縁のないものですが、華やかなのは大変結構かと。どうぞ、体力の続く限りお楽しみください。私はこちらで帰りを待っていますので。感謝いたしますわ、マスター。また一つあなたとの思い出が増えたのですね。八尾国の肩書きのおかげでしょうか。こうして成長することに何の憂いも懸念もありません。こんなにすがすがしい霊気の成長は他にないかと。キアラさん、レベルアップ。いえ、すみません、つい楽しくなってしまって。
私らしくありませんでしたよね。残念です。もう少しだけ普通の水着でいたかったのですが、この水着は弱者を踏みつけ強者をひざまずかせる支配者の霊気。あなた様もそう望まれるのでしたら同じように扱って差し上げますが。主従関係？そんな言葉に何の強制力が？私は少女の私が思い描いた素敵な大人ですので、ゴミはゴミ箱に、豚は豚箱に、が我が聖願。たとえ相手が誰であろうともね。マスターをどう思っているかですか？禁欲的なのに精力的、素晴らしいお方かと。あ、でも目を離すとどこかに行ってしまうのはよくありませんね。首輪をつけてしまっても。霊気の強化、滞りなく。ええ、これでより無獄、厳しく、皆様をしつけられますわ。ありがとうございます、マスター。こうして地道に強くなっていく、あなた様とお揃いですね。キアラポリス、パワーアップです。今日も楽しく、マゾブタの皆さんにご奉仕しますね。何を口走っているのでしょう。私、魔法少女というのは、こういうものではないような。外見に変化はありませんね。私はこのままでも構わないのですが、さらなる力を望むのでしたら、どうぞお進みください。私も、警棒を握る指に力が入るというものです。ついに、暴かれてしまいましたね。そう、これが私の真の姿。どこから見ても人魚姫。まるで、竜宮城の乙姫のようです。ええ、そういうことにしておきましょう、マスター。一体私は何を食べたのか。それを知ってしまえば、あとは落ちていく一方なのですから。主従関係はわきまえていますとも。どのような怪異、神秘に化身しても、この身はサーヴァント。霊樹には逆らえません。ああ、早く使っていただきたいですわ、霊樹。もったいぶらずに、三角スパッと。サーヴァントとは不思議なもの。私の本質は変わりませんが、真の影響で少々過保護になっているかと。守るとは閉ざすということ。文字通り主を幽閉する悪いシェルターにならなければいいのですが。ヤオビクニとはある二層の名称です。人魚の肉を口にしてしまった二層は不老となり800年を生きたとか。その逸話と同じく私も人魚の肉を口にしております。はい、ほんの少し。こちらに来る前に尾っぽの先を一口分ほどでしょうか。その時は陸に上がりたい一心だったので味を覚えていないのですが、カロリー的にはとてもお腹に優しいものだったかと。おかしい。こんなに気軽に笑ったのはいつ以来でしょう。サーヴァントの、あ、いえ、女の扱いがお上手ですのね、マスター。私、てっきり避けられているのかと寂しい思いをしていたのですが。はい、普段のキアラさんは年上すぎて気を使う？まあ
嫌ですわ、マスター。この私と普段の私、どちらも同い年ですし、それほど年上でもありませんでしょう。ちょっとオーブの試し打ちをしても。肌を焼く日差し、清涼な空気、どこまでも続く水平線、いいですわよね、夏の海。私、山奥育ちなものですから、海には憧れを抱いていましたの。あの深い底には誰も知らない神秘が眠っていて、解放してくれる誰かを待っているといった風なあくまで私の空想ですけれど。なぜ人魚の肉を食べたのかですか。それはもちろん、かの人魚姫の、いえ、何でもありません。口どころか霊気全体が滑ったようです。私は八尾菊に聖書院キアラ、海の泡になることも声を失うことも風のせいになることもないのですから。この私は水辺の人魚、それでいいではありませんか。女の秘密に深入りして戻れなくなっても知りませんよ。契約ある限り私はただのサーヴァント、決して人類の敵になどなりはいたしません。私にだって夢見る心があるのです。だからこの夏の間だけは一人の女としてエスコートしてくださいね。まあ、まだ私にこのような。困った方ですのね。手がつけられなくなっても知りませんよ。枯れた水路に潤いが戻るよ。とにかくこの姿は燃費が悪くて。あの、よければもっといただけますか。お喜びください、市長。都市のレベルがアップしました。なんて冗談です。もう十分に大きいのですから、これ以上なんてねえ。とっても冷たい。山といえば滝な私でしたが、湖で泳ぐのもいいものですね。魔法少女やら怪異の神獣やらいろいろとありましたが、それらすべてひと夏の夢、深海に帰る幻に相違なく。鬼の霍乱、殺生院の目にもきら星みたいな。とにかく今はただ純粋に陸に焦がれ、夏にほだされた夢見る童心。どうか仲睦まじく一生の思い出を作りましょうね。深い深い海の底、私の寝台にようこそ、マスター。まあ、そんなに慌てて。ほら、私の小指の先につかまって。私には狭い寝屋ですが、あなた様にとっては広大無限の城下町。もう地上に戻る道はなく、戻る必要もございません。ここに住まう人々に苦しみはなく、また自由もなく、私の思うがまま、その喜怒哀楽をぶつけてくださいませ。どれほどのものであろうと、虫の一髪ですもの。これから永遠に続く退屈な御水の刺激になってくださいましね。